はい、良い子のみんな、お相撲は親王朝のお兄さんヘビリンだよ、チェーク。というわけでございまして、大人の皆様こんにちは、ヘビリンでございます。ヘビ蔵のお待ち遠さま、大相撲今日の親王朝、この豚野郎ってこういうこと言ってはいけませんわよ。さあ始まるざます。さあ皆様お元気でしたか。さあまあね、ちょっと今週寒くなってきたざますはね、さあ暖かくしてお過ごしくださいということで、番組は始まります。スタートいたします。お耳を拝借いたします。よろしくどうぞ。というわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンでございます。ご多幸ヘビリンよ。ご存知ない、覚えてちょうだい。というわけでございましてですね、さあ今日もですねラジオ配信始まります。各界のタブー、親王朝相撲の実態、この豚野郎、このインチキンポ野郎って、そういうこと言っていけないんザーマスはよ。ダメよって、本当にね。ですから今年はお丁寧に行くザーマスはね。そしてまあ今日はですね、昨日ですねお話をさせていただいた続きになります。八王朝の中本と吹き溜まり力士についてお話ししていきたいと思います。さあお耳を拝借いたします。準備はよろしいですか。2011年の八王朝問題から浮かび上がった問題点として、私は次の3点に注目したい。1つ目、仲介役エナザクラに代表される吹き溜まり力士の増加。2つ目、モンゴル人力士、日大出身力士の大量処分。3つ目、調査委員会と文部科学省に無抵抗の相撲協会。まず最初の吹き溜まり力士についてである。今回エナザクラという3段目の力士が八王朝工作の仲介人として浮上した。入間川部屋の力士で年齢は31歳。初土俵は1995年、平成7年ですから、土俵歴は16年に及ぶ。相撲協会に伝えられた47通の八王朝メールのうち、27通にその名が登場する核心人物であります。なぜ、エナツカサが八王朝の仲介役になったか。それは彼がその役どころの条件を満たしていたからである。相撲界の裏も表も知り尽くしている上に、口が固く、また頭の回転が速い。そして取組前の支度部屋を行き来しても不審に思われにくい3段目以下の現役力士。所属部屋の親方が八王朝にうるさくない。エナツカサはそれらにピタリと当てはまる力士だったのである。3段目のエナツカサに給料は出ない。10万円の本場所手当が年に6回支給されるだけである。しかし八王朝の仲介役となれば、手数料だけで場所ごとに何十万という現金が稼げる。いつしかそれがエナツカサの本業となったのもうなずける話である。初土俵から10年以上経って、序二段や3段目あたりを行ったり来たりしているような力士が関取になる可能性はゼロに等しい。彼らは上に上がる見込みがないことは自分でもよく分かっているはずだが、それでも相撲をやめないで現役を続けている。実はこのことが今の相撲界の大きな問題点の一つなのである。2011年 1月場所の番付で、序二段3段目の力士424人のうち、25歳以上の力士は159人もいる。彼らのほとんどは土俵歴10年以上というベテランであるが、関取になる見込みのない歴史がなぜこれだけ大勢いるのか。理由は金である。相撲部屋には力士1人につき毎月決められた額が相撲協会から支払われる。どんな力士であっても1人でも多い方が部屋の経営に寄与する。むしろ十両に昇進するより幕下以下の方が金は部屋に支払われるために師匠にとっては好都合だから、部屋は力士を引退させないで抱え込んでいるわけである。幕下以下の場合、まず力士養成費が1人につき月7万円、それに稽古場経費が場所ごと2ヶ月に1回に1人5万5千円、そして相撲部屋維持費がこれも場所ごとに11万5千円、つまり年に7万円が12回と17万円が6回、合わせて186万円が黙っていても入ってくる。出世しない弟子でも多ければ多い方が部屋にとってはありがたいというわけである。ちなみに協会はこの養成費のほか、幕下なら1場所につき15万円の手当、
勝ち星などの奨励金、さらに健康保険と厚生年金保険料を負担しているため、無給力士にも年間300万円近い金を投入している。こうなると力士の方も衣食住が保障されたぬるま湯の生活から抜け出そうとはしない。ちょっとした部屋の仕事を与えられ、そこに定住し安住する。一般社会で第二の人生を踏み出す勇気を持とうとはしない。こうした力士と部屋の甘えの構造が江夏笠のような中本を生み出す土壌となっていたのである。野球賭博事件で逮捕された古市貞秀被告も解雇当時34歳で三段目、同じく東弓のしこ名で土俵に上がっていた山本俊作被告も引退時30歳で序二段だった。相撲への情熱をなくした古参力士は土俵を去るべきである。かつて1957年、昭和32年、時津風理事長双葉山がこの問題に取り組んだことがあった。初土俵から通算20場所、後に25場所、30場所に延長で、幕下に昇進できない者に対しては養成費を打ち切る方針を打ち出し、この年38人が廃業した。この制度は1967年、昭和42年まで続いたが、また元に戻ってしまった。相撲界がエリート集団であるためにも、この制度の復活について最高の時期が来ていると言えよう。というわけでございました。いかがでございましたでしょうか。次回はですね、モンゴル力士たちのモチベーションについてお話をしたいと思います。さてさて、今日のですね、お相撲のよもやま話、この仲介人の江夏笠さんというのは、今現在愛知県の方で接骨院をされていますね。江夏治療院とかって言いましたね。ご存知の方いらっしゃいますか。詳しくはですね、インターネット等で調べたら出てくると思いますよ。愛知県ですね、うん、やってますこの方、江夏笠っていうね。なんか谷町に金騙して出したとか、まあ、この人ね、現役の頃からね、もうこれだけお金が入ってきますからね、すごかったんですよ。フィリピンの女囲ったりなんかして有名だったんですよ。実はめちゃくちゃ有名だったんです。いや僕も知ってました。いや知ってたってお話ししてるようなその知り合いじゃなくてね、もう姿を見てて、だってもう歌舞伎町あたりフラフラ歩いてんだもん、フィリピンの女性連れて。あれって、あの人相撲取りで、あれって関取じゃないのに随分羽振りがいいなって、うん、ベンツかなんか乗っちゃってね、うん、見てましたよ。どこからあの人お金入ってくるんだろうなって。それはね、僕の姉がよく見てたんです。でね、僕に言うわけです。おいこうちゃんって、あの人テレビで見たことない相撲取りだけど随分豪気な生活してるけど大丈夫なのかって。いや僕もわからないって言ってた。まさかね、うん、親御町の中本やってたというね、こういうお話ですよ。そして引退して相撲協会クビになってね、あとも愛知の方でね、接骨院をやってる。これは谷町をねうまく抱え込んで、うん、お金はね治療やめた後ね、なんかそういう柔道整復師のねなる専門学校行って、接骨院を治療院を開いてるみたいですけど、全部谷町がお金出したみたいですよ。まあそれとこの方の部屋は入間川部屋だから、親方も親御町やってた人だからあれなんじゃないですか、言わなかったという。まあ根本的に全部が全部腐っているこの豚野郎、この親落ちを、このインチキ野郎って、そういうこと言ってはいけないんざーますわよ、というわけでございましてね、まあそういう連中の集まりざーますわよ。親落ち、親落ち、親落ち、レインボーブリッジお注射、この豚野郎って、まあ、しつこいって言うんざーますわね。もうね、やめましょうね、そういうことね。もうほら、お客様でしょ、僕の場合はご多幸ヘビリンってこういうふうに言われてるざーますわね。カインドリーヘビリンともこう言われてるざーますわよ。最近ではね、プリティヘビリンともこう言われてるんざいますわね。今日なんかも学校でね、午後からね、私金曜日のあれなんざいます、3コマ目はね、講義あるんですけどもね、もう教室入ってったらね、プリティヘビリンなんてこう学生たちに言われて、え、知ってるのなんて、プリティヘビリンなんて、先生あんまり変なこと言ってて、まあ本当殺されますよなんて言われて、あそうってごめんなさいねってこういうふうになって、まあけど学生たち知らないですけども、まあ、これはあくまでも冗談ですけども、プリティヘビリンって呼んでほしいわってこうなってるざますわね。まあそれでですね、
ここ、そうですね、どうしましょう。しばらくこれ続けた方がいいですか、この親王朝。この親王朝の話、この当時ですね、2011年当時のお話、それともまたちょっと違う方向に話した方がいいとか、まあ、あんまりあちこち飛ぶとね、話がとっちらかってしまって、お聞きいただいている、ね、お耳を拝借しているお客様の方がですね、もう話が飛んじゃってわからない。ね、もう皆さんが皆さんね、シーズン1からのお付き合いのお客様じゃないと思いますので、シーズン1からね、聞いていただいてるお客様、ね、もうレギュラーコメンテーター、またはね、私のこの YouTube のモデレーターという形で登録をさせていただいてますけどもね、その皆様はね、もう、あ、親をちょっと、あの時の話ねって、もうほとんど分かってらっしゃる。もう川原さんね、もうノートにまで取っていただいちゃう。僕が話して忘れてること、川原さんがノートに書いてあると。斉藤先生、こんなこと言ってたけどって、僕言ったかしら、私言った、あら、ごめんなさいって、こういうふうになるわけでございますわね。自分で言ったことに責任の持てない男、ヘビリンでございます。ね、もうこんないい加減な、この嘘つき野郎、でも嘘つき野郎でも、この八百長インポ野郎よりは十分マシざますわよ。僕だって親オチョしないもの。親オチョしないもん。常にガチンコ勝負。ヘビリンでございます。よろしくどうぞ。こういうふうになってるわけでございますわね。まあ、それでですね、なんざます、まあ、ですからあれでございますわね。あ、そうそう。今日はね、なんですか、お相撲のよもやま話って、この江夏司さんのお話で終わるでございますわ。だって他にないですもん。まあ、そういうことでね、ちょっとあれですね、もう、つまらない話してたら、いい時間になっちゃったんでね、もうこの辺でちょっとお話を終わって、ね、ご挨拶に行きましょうね。はい、姉ちゃん見てるか。ね、いつも姉ちゃん、ね、ここちょっと私的な時間でごめんなさい。姉ちゃん元気か。明日来るんでしょ。ね、昼間から来ないでください。明日は夕方から来てください。ね、昼ご飯も夕ご飯も全部出してると、我が家はね、大変なことになります。ですから、夕方来て晩ご飯だけ食べたら、さっさと帰ってください。お願いします。もうね、うちの新弟子もね、姉ちゃんというか、おばさんに当たるわけですね。おばちゃん、おばちゃんって言ってね、もう、うちの姉はね、話が面白いですからね、おばちゃんといると面白いなんて、おばちゃんといると話が面白くて楽しいなって、お父さんといると、なんかお父さんの話ってどぎつくて嫌いって、こういうですね、父親としての、親方としての威厳がなくなるざますからね、本当お願いしますよ、姉ちゃんね。その次ですね。川原さん、おコメントありがとうございます。こんばんは。お元気ですか？ちょっと寒いですね。いかがでしたでしょうか、そちらの方は。ね、ちょっと今日はね、私もですね、やっぱり上のジャケットを着てですね、出かけております。学校行きました。もう本当、午後の講義、ちょっとここ数日はね、講義レクチャーの時間ね、教室入る時はね、薄手のね、カーディガン羽織ってただけなんです。今日はちょっと寒くてね、ジャケット着てね、授業お話ししてましたけどもね、午後ね。いや、ほんと寒いね、なんつって、学生たちに言ったら、ほんと先生寒いですよね、なんてこういう話になってましたけど。ほんとね、おコメントいただいた通りです。ありがとうございました。まあ、ほんとね、お気持ちをね、察しいただき、ご心配を賜り、ありがとうございます。まあ、それと同時に、申し訳ございません。まだ卒業してないんですね。また本当に、そうですよね。教会と東大っていうのがどんな関わりが出てきたのか。もしかしたらね、文部科学省の方がね、あえてそういう、将来のね、幹部候補の育成ということでね、送り込んできたかもしれない。でも、僕はそんな話も聞いてない。まあ、けど文科の学生ですからね、僕らも理科一類とか、そっちの同じ科の学生じゃないですから、全然つながりがないんで分かりませんけども、まあ、文部科学省が差し向けた将来の幹部候補生なのか、それとも自分で進んでいって相撲取りになりたいっていうのか、ちょっとその辺も少し調べてみたらお話ししますね。ちょっとお時間くださいね。はい、愛国さん、おコメントありがとうございます。お元気ですか？本当ね、最近の部屋持ち師匠ね、本当にみんな小物ばっかりざますが、みんな元前頭の2枚目とか前頭筆頭とか、そんなのばっかりでね、下手すらなんですか、田子の浦なんて前頭8枚目ね。もうなんか大丈夫って、本当にあんたたちお部屋なんか持って大丈夫なのって、こういうふうに言われる話になって、昔はね、横綱、ほら、こういうこと言ってて、またね、ヤクザが来るんざますが、もうヤクザにちょっと抑えなきゃいけないざますけどもね。まあ、ただ、
まあこれからね、やっぱりそのお部屋の親方連中もだんだん小物になってきて、そうなると弟子なんかもね、だんだん入ってこなくなる。まあこれが事実ざますわね。まあ事実なんざますの、5月の夏場所は8人のね、新弟子って、もう本当にもう知れてるざますと。だからここからもうあれざますからね、名古屋場所、9月場所、秋場所、ね、九州場所って言ったって、もうそこから入ってこないざますからね。この辺だけざますからね、入ってくるのね。まあ、ですから衰退がだんだん見えてくるというのが分かってきたなという、ね、そういうわけでございます。はい、瀬戸内さんお元気ですか？お仕事忙しいですか？週末ですからね、ちょっとバタバタなされるのかな。どうぞね、お体気をつけてください。愛国さんもね、寒いですからね、お仕事行かれるとき暖かくしてください。はい、中田さんお元気ですか？メールありがとうございました。はい、いろいろ読ませて、拝読させていただきました。うちのね、部屋付き親方の方から、ちょっとね、ご体調が、ね、ということで、まあ、うちの部屋付き親方の方からのね、アドバイスがですね、書いてあると思いますので、ちょっと目を通してみてください。お手すきの時で構いませんよ。うちの、部屋付き親方もね、やぶじょいですから、やぶじょいさんですからね、あれ気をつけるざますわよ、あの女はね。本当あの女はね、昔は痩せてたんざますわよ、今はどうだか知りませんけど。というわけでございましてですね、エンディングに入りました。ね、本当ね、皆様、お客様、ちょっとね、他にも多くおコメントいただきました。レギュラーコメンテーターの皆様、時間の関係上ですね、お名前を割愛させていただいたことをどうぞお許しください。ご了承くださいませ。さあ、花田勝氏がエンディングになっちゃいました。さあ、今週も金曜日ザーマスはね、まあ寒い、なんだか明日暖かくなるのかしら。暖かくなるとか若隆景とかっていう、もうの舌噛んじゃって口の中血だらけになってるざますけどもね、とにかく結局親王朝ざますわよ。あの原発野郎は親王朝。なぜかというと、あの谷町の政治家が思いっきり原発利権に絡んでいるという、原発を金にした、ね、そのお金が相撲協会に流れたざます。そうするとどうなるの？相撲協会は役者作るってことでお金落としてもらったところにはひいきにするざますわね。こういうインチキ講義をやっている相撲協会に公益を与えていいのかしら。公益は剥奪、相撲協会は解散。ね、私、ヘビリンは頑張るざますわよ。常に撲滅運動。ね、共産党粉砕。そうじゃないざますわね。相撲協会撲滅せよ。ね、違う、相撲協会解散せよ。撲滅したら、それは私の違う政治運動になってしまうざますわよ。ね、お客様聞いてくださる？私ってプリティでしょ。ね、プリティヘビリンって呼んでください。というわけでございまして、週末寒くなるみたいです。暖かくして過ごしてください。それではまたお会いいたしましょう。ごきげんよう。